千秋さんと私は日本テレビの情報番組でディレクターとレポーターとして出会いました。当時の千秋さんは仕事はできたけどシャイな人、旅行が大好きだった私は結婚後全く旅行に興味がない千秋さんを強制的に引き連れて世界一周旅行に出かけました。バックパックを背負って全部で50カ国1年3ヶ月の旅でした。日本に帰ってから私たちはドキュメンタリー番組を作るようになりました。千秋さんが伝えようとしたのはマイノリティの人たちの生活、医療番組、国境問題、発達障害など、特にエイズと戦う子どもたちというテーマでは、ルーマニア、ロシア、南アフリカ、ハワイなど様々な国を取材しライフワークとしていました。困難と戦う人たちの状況を伝えるには同じ目線でなければならないというのが千秋さんの持論で、子どもたちとの触れ合いは本当に楽しいものでした。約10年間ルーマニアに通い、日本からの物資を届けたりしていました。クリが生まれたのは結婚してから10年後。クリは太っていて元気な赤ちゃんでした。小さな頃から物おじすることなく誰にでも声をかけます。一方でできることとできないことの差がとても激しい子でした。見たものを一瞬で覚えられるけれど三角形が描けない。私たちはクリが学習障害なのかと思いました。また喘息があることと将来転換になる可能性があると言われた私たちは、クリが幼稚園の時にハワイに移住を決めました。ハワイではクリの喘息が止まることを知っていたからです。ハワイではハワイ Web TV という映像専門のサイトを立ち上げました。でもクリが小学校2年生の時に恐れていた転換を発症。それからクリは少しずつできることが少なくなってきました。最初は勉強が遅れるようになり、転換が起きるたびに手や足の機能も衰えてきました。私たちはそれは転換の後遺症かと思っていました。心配で心配で、また千秋さんの行動も変わっていきました。些細なことで怒り出し手を挙げることも増えてきました。クリが中学生になると学校でも家でもおもらしをするようになりました。そんなクリを見て千秋さんは、お前はバカだと毎日怒鳴りました。本当に辛い時期でした。そして2008年9月、クリが脊髄小脳変性症の種類の一つ DRPLA だということが分かりました。それは千秋さんからの遺伝だということも。私は千秋さんを恨みました。 DRPLA という病気は人格変化も起こします。だから彼の性格が変わったのだと分かったけれど、それでも恨みました。 DRPLA は日本にたくさんの患者がいます。その他にアメリカやヨーロッパでもこの病気に苦しんでいる人がいます。それから10年、本当にいろんなことがあり、クリは何度も危険な状態になり、今に至っています。立つことも、話をすることも、食べることもできなくなりました。2人
人を介護することは大変だったけれど、今思い出せば楽しさがいっぱい詰まった時間でもありました。このハワイでたくさんの人にお世話になりました。また友人たちにクリチャンコミッティを作っていただき、募金活動をしていただいたり、病気の広報に努めてもらいました。ありがたいことに、最後の半年は千秋さんは子供のような昔彼に戻ってくれました。彼が怒ってばかりの頃は気がつかなかったけれど、千秋さんにも大きな葛藤があり、愛する家族を守りたいと心から願っていたんだと思います。最後に千秋さんは自分の命を懸けて栗を守ってくれました。私たち塩沢ファミリーは、重い病気にかかり不幸に見えるかもしれませんが、決してそれだけではありません。そして千秋さんの人生も豊かで幸せだったと私は信じています。